バスドラム、バスドラム、バスドラム、ベースドラムとも、は、西洋音楽に使われる、打楽器である。大太鼓、グランカッサなども同義、バスドラ、ベードラ、キックなどとも、略称、俗称される。筒状の銅の両端に膜を張った、両面太鼓であり、膜名楽器に分類される。一定のピッチを判別しがたい、低い音が出る。バチは、マレットと呼び、 通常は直径10センチほどの柔らかいヘッドのついたマレットで叩いて演奏する。また、マレットには様々な材質、大きさのヘッドのものがあり、曲の表情によってマレットを持ち帰る、使い分けることが一般的である。マレットの選定は打楽器奏者自身が、もしくは指揮者の指示や協議で決定するが、柔らかいマレットでなどと作曲者によって、 すでに譜面上に指定されていることもある。またマレットの柄の重さや長さによっても音の大きさや力強さが違うので注意を要する。場合によってはシャフト、柄の両端にヘッドのついたマレットやティンパニのような小さいヘッドのマレットを用いる。ティンパニマレットそのものを使用することもある。オーケストラでは明確なピッチの得られるティンパニが最初から定石を得ているのに対し、 バスドラムは定石を得ていない。最初、古典派の時代に、トライアングルやシンバルと共に、トルコ軍楽隊の音楽の模倣、トルコ行進曲などに使われ出した。その後、ティンパニと共に打楽器軍の低音を担当し、限られた音水しか出せないティンパニを補完したり、音量、音色を補うことが行われるようになった。しかし、それでも、まだ、十分に定石を得ているとは言えない。 水槽楽においては、大多数の楽曲で編成に組み込まれており、重要なパートの一つである。専用のスタンドに固定して用いられるが、マーチングバンドで用いられる。マーチングバスドラムは、キャングホルダーで担ぐ形で用いられる。大型の楽器であって、直径が60から100センチメートルであるが、銅の長さは直径に比べれば浅く、直径の1、2から2、3くらいである。 より重厚な音を求めて、従前の製品よりも直径に対する銅の長さの割合が高い振動型、超振動型などと呼称されるタイプのコンサートバスドラムがいくつかのメーカーから発売されている。一般的には通常の還元楽曲や吹奏楽曲の演奏では一例として三十六インチ二十二インチや三十二インチ二十インチといった直径、深さのものや それよりやや浅めの銅の36インチ18インチや32インチ16インチといったものが用いられることが多いが、これ以外にも様々な直径、深さの製品が各メーカーから出されており、譜面上の指定や曲奏に応じて適宜のサイズの楽器を選択して用いる。ドラムセットのバスドラムでは直径が12インチなのに対し、深さが22インチという、いわゆる 振動タイプのバスドラムがヤマハから発売されている。ポピュラー音楽においてドラムセットに組み入れられて使用される。下術。低く力強い音が出るためドラムセットにおいては欠かせないものとなっている。主にバスドラムは一つセットさせているのが主流だが、二つセッティングしてにバスドラムにするドラマーもいる。二バスのドラムの原点は ジャズドラマーのルイ・ベルソンが原点と言われている。その後彼の影響を受けたジンジャー・ベーカーが、ロックに2バスのドラムセットを持ち込んだ。ヘビーメタルのバンドでは、2バスが多く見られるが、スペースの関係で1つしか、バスドラムを設置できない場合など、1つのバスドラムで2つ、設置した時と同等の効果を得るために、ツインペダルという特殊なペダルを使用する場合がある。 また幅広い表現を求めるために、マイク・ポート・ノイア・村上周一のように、複数のバスドラムをドラムセットに組み込むドラマーも存在す。ペディ・ボジオに至っては、最大8台のバスドラムを使用している。ポピュラー音楽において、ドラムセットに組み込まれたバスドラムはペダルを踏む際に、いろいろな工夫を施すことで、微妙な拍の強弱やアクセント、音量を自在に変化させることができる。 オープン奏法は、バスドラムをキックした際、足をペダルからすぐ離すことによって、バスドラムのヘッドからすぐビーターを離す奏法のこと。クローズ奏法は、バスドラムをキックした際、足をペダルから離さず、ビーターをバスドラムのヘッドに押し付ける奏法のことである。オープン奏法は、音の余韻が長く、大砲の発射音のような音を出すのに対し、クローズ奏法は、 音の余韻をミュートした音を出す。この二つの奏法を使い分けられれば、リズムパターンに微妙な音の変化をつけることができる。ただし、どんな奏法においても、同じことが言えるが、聴き手に伝わらなければ意味がなく、ギターやベースなどの別の楽器が大音量で演奏し、バスドラムの音がうずもれてしまっては、違いを聞き分けることは難しい。この問題を解消する方法として、 CD 音源等の場合は、ミックスダウンの際、バスドラムの音を大きくミキシングするか、そうでなければ、他の楽器の音に渦漏れないぐらい、バスドラムを力強くキックするほかない。なお、オープン奏法でもペダルから足を離さない奏法もある。ペダルから足を離す方法に比べて、安定度が増す、とする奏者も存在する。また、ジャズにおいては、ビートの主がシンバルで、 タムタムも2個と少数であることが多く、K の小さいバスドラムのオープン奏法を第3のタムタムとして使用することもある。ヒールアップ奏法とヒールダウン奏法の違いは、バスドラムをキックするとき、かかとを床から浮かせてバスドラムを演奏するか、かかとを床につけてバスドラムを演奏するかの違いのみである。ドラマーに使用される頻度はヒールアップ奏法の方が上で、 多くのドラマー、特にハードロックやヘビメタルのドラマーはほとんどがヒールアップ奏法を置いている。その理由としてヒールダウン奏法よりヒールアップ奏法の方が体重をかけやすく大きな音を出しやすいということが挙げられるがかかとを浮かせる分だけヒールダウン奏法に比べ体バランスが崩れやすい。ヒールダウン奏法は多くの場合ジャズなどで使用される。また、 ヒールダウン奏法は足、特にすねの付近の部分にかかる負担が大きく、ライブやコンサート等の長時間演奏に耐えるのは、相当の訓練が必要である。アップダウン奏法とスライド奏法、及びスイングステップ奏法は、バスドラムのダブルアクション、2連打のキックの仕方であり、その際の足の動作によって区別される。アップダウン奏法は、膝が1回上下する間に、 ビーターで2回叩くもので、例えばかかとでバスドラムを1回キックした後、すぐにペダルから離し、瞬時につま先でもう一度キックするといった奏法のことある。全文のパターンはあくまで一つの例なので、これ以外のパターンも多数存在する。スライド奏法は足をペダルにつけたまま、下から上にスライドさせて2回音を出す奏法のことである。スイングステップ奏法は、 左右にかかと、またはつま先をスライドさせて2回、オンを出す奏法で、前者の2パターンよりも音の安定度が均等で、連打にも適している。一般的に、難易度も、アップダウン、ダウンアップスライド、スイングステップと上がっていく。野球応援などで応援団が、バスドラムを使用することがある。効果や応援歌などの演奏時にリズムを取ったり、大きな音が出ることからそれによって、 自軍を拳相手に威圧感を与えたりする目的で用される。他。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。